どうも、エルザレトです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。今回は、ちょうど章の入れ替わりということなんでね、やっていこうかなと思います。いや、前回はアルバの家で終了って感じだったけど、どうだろうね、仲間が増えたっていう感じになるのかな。ただ、あの町周辺の大元の事件というか、その辺り解決してないんでね。どうなっていくか見ていきたいなと思います。では、スタートします。第3章、大勝利。お、力は手に入れたはずなのに、時に力は万能ではない。彼女だったのね。許して。私は力を求めるあまり自分を見失っていた。お、村長ポット。ジョン、またご飯作ってるね。あー、いい音。ジョン、何作ってるの？わー、美味しそう。これが今日の晩ご飯？アルバとイザベルはどこ？研究所に行ってみよう。もう完全に住んでるって感じだね。3号スラスターに不具合。点火システムが作動しない。イザベルまた無茶な使い方したってことやね。着陸装置はどうしたの前回は逆だったんだけどね。イザベルがあわあわしてる。あれは、それは説明させて。回路が完全にショートしてる。しかもこの先端部分へこんでるじゃない。列車の上に猿がいたの。列車の上に猿がいた。猿たちに攻撃されて、で、着陸するときもいろいろあったわけね。猿ね。あの伝説が本当だったなんて言わないわよね。ごめんね、アルバ。これは研究する価値がありそうね。あれなんだね、あの研究に関してはアルバの方が上なんだね。こういう機材とかに関してはね。でもこれ羽ないんだよな。打ち上げロケットみたいな感じだね。打ち上げロケットみたいなね。どうも。あれ、話せない。あんな場所でサンプルを集めてたら余計ようがないわ。どこ行ってたんだろう。賢い猿、いつか調査しないとね。え、何するの？ただ飛行機か。あれ、そういうわけでもなさそう。あ、でもこれ見ると模型には羽があるね。あれ、進まないね。って言っていいのかな。ジョン、ご飯、ジョン、ご飯食べたい。リアルの俺もお腹空いてる。あれ？あ、まだ作ってるわ。テレビ。他なんかあるかな。2階。お、まさか、まさかできるんだ。すげえ。ここ何？おもちゃがたくさんある。アルバの部屋かな。昔の服はたくさんあるね。かわいいのばっかり。大きくなったら来てみたいな。一応お姫様っていう話だもんね。
あ、ちょっと待って、これさ、よく見たらさ、ジョンの顔かと思ったら全然違うわ。あれ？ご飯はまだ？じゃあもう少し外で遊んでくるね。じゃあお外に行くみたいっすね。え、本当に外行っていいのかな？お、ケンタロウ。いや、3だよ。ここで何してるの？ケンタロウと田山商店に行く約束をしてるんだ。でもずっと待ってるのに全然来ない。多分ゼニアに行ったんだろうな。ここ何なんだろうね。魔法の場所だよ。こいつのデタラメは聞くなよ。大人が大人の遊びをする場所だよ。お金を吸ったりさ。なんか危なそう。なんでケンタロウはそこに行ったの？きっとロボット姉さんに会いに行ったんだよ。ゼニアにおしゃべり好きなロボット姉さんがいるんだ。はあ、ケンタロウのやつ、最近そいつにメロメロでさ。はいはいはい。何が楽しいのかさっぱりだよ。あんなのより僕たちの方が面白いのにね。闇の四将軍の攻略法を教えてあげるつもりだったんだ。そうだ、取引をしない？このファットドラゴンをあげるから、うちの神官になってくれ。神官になってくれない？あ、本当だ、ファットドラゴンだ。待て待て、あれ超レアだぞ。俺が欲しいよ。あれがあれば産地のファットドラゴンを攻略できるのに。お前っていつも女子に貢ぐよな。その代わりにうちの魔法使いを見つけてほしいんだ。またの名をケンタロウな。よし、ゼニアだね。行ってみる。魔法使いか。賢者とかけてんのかな。やべやべやべ。あ、行こう行こう行こう。ケンタロウ、ケンタロウ。間違えてケンシロウって呼びそうになるけど。ここよね、ゼニアね。よくよく見たらここ、新世紀って書いてあったんだね。でもロボットだしな。おう、サミーちゃんが今日は一人でロンリネスかい？言うにはもっとフレンズが必要だね。ダム上にはナイスなボーイズがたくさんいるぞ。お、また新キャラ。本当さ、これがあのラッキーコインだよ。ブラックホールで使えば、札束の風呂も夢じゃない。ダム城の次のミリオネアになってみないか？絶対に詐欺じゃねえ。ラッキーコインってあの最初のやつか。俺たちを騙そうってんじゃねえよな。いやいや。そんなこと夢にも思わないさ。だってそうだろ？ブラザー建設の天才兄弟の名を知らない奴はいないさ。あ、この二人なんだ。ブラザー兄弟。天才兄弟か。で、そりゃ俺たちか。どんな別名が？賢そうな名前だな。でも、ゴーワンって名前いいね。とはいえ、その名はすぐ変わることになる。俺たちはもうブラザー建設じゃねえ。これからは、ダム城の天才兄弟だ。つまり名をあげたいってことじゃないのかい？ダム城の天才兄弟にふさわしい名をさ。それ以上言うな。そのコインはもらう。コインは新しいステージのチケットに過ぎない。行くぞ、ゴーアン。俺が大勝ちするのを見ていてくれ。俺たちの名を届かせてやる。ダメそうな感じだな。よっしゃ。ふふふ、幸運を祈るよ。商売繁盛、商売繁盛。まあ、ボロ儲けできましたね。うん、バカが。うん、まあまあそうですよね。こっちが本物のラッキーコインですね。ログ更新、なんか変わるんかな。ほうほうほう。
まあ、行ってみようか。で、どこら辺あんの？あ、上、あの行きなかったところか。お嬢ちゃん、ゼニア行く気なのか？このラッキーコインを試してみないか？大儲けできること間違いなしだ。50に負けてやるよ。子供にも売りつけるんだね。どうしよっかね。まっすぐ行くか、ジョンがいないからガチャしに行くか。あ、そうだ、ガチャで思い出したんだけどさ、あのね、ちょっと見てみたいのがあって、あのね、前回、まあ前回というか前々回ぐらいにそのガチャを引いててダブりだねっていう話してたんだけど、リスナーさんの方からいや色違い出てますよって話になって、で今見たらここ色違いって書いてあるからさ、マジかと思って。でこれが通常カラーなんだけど、もう一つがこれ違うよね。でさ、確かにそのガチャの画面見直したんだけど背景の色が違うのよ、色違いの時。なんでまあ何も考えず引いてたけど、こうやって見るとガチャ面白いなと思ってさ。あとね、どれが引けてたっけ。あ、ダークナイト。これしかもさ、ダークナイトの方見た目もがっつり変わってて全然気づかなかったと思ってさ。ってことはまあ、魔王とか、このあたりか、もう、色違いがあるかもしれないっていうね。あ、しかもここら辺めっちゃいるじゃん。こんなあったんだね。まあ、全体的な種類は少ないけど、まあ、20種類だけど色違いとかまで考えると大変ってことで、ガチャしに行きます。あ、イノシシ。どうしようかな、やってみようか。まあ3回くらいね。マッドラット。あ、だからやっぱこうやって考えるとレアなんだね、やっぱね、色違い自体がね。サンドワーム、今日は渋いね。これでラストしとこっか。あ、イノシシ出た。よかったよかった。新しいのね。どう猛な豚の仲間、味は良い。物価が上がっている。列車でここを離れた方がいいかもしれない。行くあてはないけど。イノシシゲットでーす。んじゃ、ゼニアだっけに行こっか。これがね、なんかぱっと見人増えてるね。まあ上行こう。こっちだよね。うん、通れるようになってるもんね。ああ、ゼニア、まあカジノみたいなもんか。でも背景綺麗だな。金銀ジムは金銀と、お前大勢ポールチンでいいのかな、テイホヒヨキとか書いてあるまあここまあ欲の塊みたいな場所だろうしね。ちなみにこっち左行くと、ああ、なるほど。でも夕方のせいかそんな派手に見えないっていうね。いや、またあったね。ここからだと街全体が見渡せるよ。見えるかな？あれがプリンセス通りだ。それからあっちはひまわり坂。地上と港も見える。何から何まで素晴らしい。そう思うよね。ごめん、見たいんやけどこっち見えなくてね。じゃあ入るか。何もなさそうだしね。あー、ぽいぽい。え、一応セーブしとく？
見たいよね、なんて書くかね。人は賭けに勝った時ほど積極的に記憶を残そうとする。へえ。では負けた時は消しますうなだれてその場を去るだけだ。わー、わすか、負けたのは忘れたいよね。さすがです、社長、あの角度から決めるなんてすごい。私など出る幕がなかったです。ビリヤードか、このドバイで妻をものにしたのだ。そうなのビリヤード面白いけどね、じっくりしたいよね。どうも。いいか、会員証がなければ入れないんだ。あ、ん？なんか前回かジョニーのなんちゃらっていうのあったよな。あ、行った行った、サーカスの同家たちと遊んでな。昨日チャージしたばっかなのに、もうすっからかんかよ。愛しのバニーちゃんと会えないな。ケンタロウ。ん？君ってお姫さんとこの子だよね。僕に何かよ。悪いけど僕の子にはもうちょっと大人の女性だ。みんな探してたよ、エリックとジャクソンが。あ、しまった、すっかり忘れてた。大地の子で遊ぶ約束してたんだった。わざわざ教えに来てくれたの？意外といいやつなんだな。ほら、これやるよ。チャージは残ってないけど入場はできるぜ。あ、会員証、麻雀の牌なんだ。ええー。気にすんなって、お父さんがいっぱい持ってんだ。さて、いざ戦場へ、またねー。お父さん、何者？ここは会員制の遊技場なんだ。会員証がなければ入れない。もう入れるんだな。おお、みんないるね。ラザー、考えはまとまったか？大勝ちしたらどうするかって。それはもう稲妻くんのとこで飲むいいね、勝ったお金で飲み食いするのは確かに美味しいけどね。さすが俺の弟、考えることは同じだ。んじゃ早速始めようぜ。絶望的だな。うん、勝ち目は全然そうなんだ。ブラザー、どうなんだ、勝ったのか。勝ったってことか。多分俺たちの負けだあっさりと。なアホな、おめえちゃんと見ろよ、いっちゃん下を見ろ。コンティニューってのが光ってるぞ。あー、どんどんお金取られるパターンだね。だからそれは俺たちの負けってことだ。そう、そうか。ブラザー、負けたらどうするかなんて考えてねえよな。なんだな、稲妻くんとこで飲むってのは、あー、結局飲むんだよね。そりゃ明暗だな、ブラザー。よっしゃ、今すぐ行こうぜ。いやー、バカって素晴らしい。で、ウィリアムもほとんどバカ兄弟だなって言ってる。バカだね。これさ、やっぱウィリアムさ、その、ダニエルの多分あれロボットなんだよね。息子がいないから息子の代わりに息子っぽいロボットを作ってしまったっていうオチなんだろうかね。片身的な。あ、すごい、パチンコって書いてある。どうだ、リリー。仕事が終わったら、ジャズ21で飲まないか？私が怒るぞ。あんたが怒るなんて珍しいわね。そう言うなって。まるで私の財布の紐が固いみたいじゃないか。待って。違うの？なに、今までわざとケチのふりをしてたってこと？ってことはお前、溜まってる中でな。あ、この人あれか、あのおばちゃんか。すげえ、この人何なんだ。いや、調子がいいっすね。俺にもちょっと打たせて。うっせえ。絶好調なんだよ。邪魔させる。邪魔されてたまるか。ああ、勝ってんだね。あ、一応スロットは滑るんだ。
これしたら話進みそうだけどね。いやーそっちじゃないです。いやいやお嬢ちゃん、君も遊びに来たのかい。ここで儲けようとしてもまあ無理だぞ。じゃあどうして来たの。事情調査だ。そんなこともわからないのか。人の性格というのはな、顔をよく見てはわかるものさ。まあ出るっていいよね。トントントン、これ当たるの。あーでもちゃんと変わってるね。77。あーもうついで揃いそうだったけど。じゃあこれは、あーここは触れないんだ。なんかテトリスだよねこれね。テトリスだね。まあゲーセン的なものだよな。あでもパチンコとかやるか。遊んでみる。ちょっと回してみよっかな。あでジョンに変わると、ちょっと回してみよっかなが長いんだよね。列車にいたっていう猿について考えてたんだけど、調べる価値があると思うわ。そうね、でも危険すぎる。サンちゃん、ただいま。ゲームしようよ。美味しそうな匂いがするわ。サンはまだ帰ってないの？どこへ行ったのかな？友達と遊んでるんじゃないの？町には同じ年頃の子がたくさんいるし。そうなの？羨ましいな。私も遊びたい。外いじる遊びみたいなところはあるけどね。私っていつまで年を取ったんだろう。残酷だな。このところ心配事ばかり。あの子はどこか危ない場所に行きやしないかって。この辺に危ない場所なんてないでしょ。そうは言っても。ゼニアですね。ゼニア危なさそうなんだよな。ずっとゲームしてるだろうし。ちなみに、あ、ジョンすごいね、ご飯ね。しゃぶしゃぶに、肉まんに、これなんだ？唐揚げか？パン、スープまで。すげえな、ジョン。ジョンすげえな。俺の、なんだろうな、データ上のレシピでは全くないものばかり作ってる。まあでも料理ができるっていいよね。料理好きだけどな。さて、サンちゃんは、あでもこれ入れないよね。だって入場料ないし、入場料っていうかないもんね、証がね。あの仕官いけないでくれ。最悪な気分なんだ。負けたんだね。分かった、教えてやるよ。仕入れの金を全部使っちまったんだ。ドラゴン市場がオープンするってのにどうすりゃいいんだ。商品を分けてくれってマサオに頼むしかねえな。最悪やな。あら、おおすげえ。どけって見せてくれ。もうパーティーしてんじゃん。また勝ったのか。このガキ、ウィリアムの顔がすげえことになってる。また勝ったーって。ウィリアムもだって骸骨だもんね。あの子まるでオーラに包まれてるみたいだ。あれはもしや仮の輝きか。ちびっこがまた勝った。絶好調だな。待て待て、あれって攻略不可能なブラックホールだろ。たまげた、俺にあんな腕があったら神さんに文句言われずに済むのに。こいつはすげえ。いや驚いた。逆外の才能がいたもんだな。イエーイ、もう一回。これ絶対トラブル巻き込まれますね。
お前ら毎回当たんのか、もしかして3回目はい、4回目。あ、ないのかい。なんだいなんだい、あっちゃった、また出た。ジョン来てたんだね。見て見て、いっぱい買ったよ。誰、ダム兄弟親分がお呼びだ。あのコインどうするんだろうな、回収されたんかな。親分の事務所は廊下の突き当たりだ。おーい。こっちの突き当たりがいい。150円。これさ、ゴジラかな？これね。なんかポスターがそれっぽい。あー、そこね。ボスか。ボスここ？右に曲がったとこがボスの事務所だ。結構奥だね。入れ。Dさんだ。座れ。俺は運ってもんを信じてる。ここまで来れたのも運のおかげ。おお、悪そう。このゼニアの応援、オーナーになったのも時の運だ。お前がこの事務所に来たのも運。噂に聞く三太郎ってのはお前のことだろ。三太郎？下では随分派手にやったようだな。三太郎じゃないよ、ただの三だよ。はははは、笑い方豪快だね。面白い、若さってのは大した才能だ。しかし俺の店でイカ様は許されんぞ。イカ様なんてしてないよ。もやぶん、入れ。マシンからこのコインが見つかりました。私のだよ、返して。あ、ラッキーコイン使ったのか。なるほどね。友達がくれたものなの。この小娘。やめろ。俺の客人だぞ。けど、外せ。へい。コイン。コインか。たった一枚のコインで、何ブツブツ言っているの？お前たち、風神の予言って聞いたことあるか？そういえば詳しくは聞いてないね。風神っていうのがあるって話だけで。風神の予言？運の断りだっけ？のを巡るとき。貪欲なる機会、最後を迎え。勇者と魔王を共に降臨す。英雄、風神と力を合わせ、水の町を救わんとす。どういう意味？大地のこの話？風神なんて初めて聞いた。一つ提案がある。ああ、ちょっとした賭けだ。乗るか？楽しそう。まあ、ある意味度胸はあるよね。はははは。
いい度胸をしている。負けるのが怖くないのか？ん？やってみないとわかんないよ。ああ、気に入られてますね。まさに恐れ知らずだな。よしよし、いいだろう。賭けの内容は、料理だ。料理？料理を3品作ってもらおう。一品でも俺が気に入れば。お前たちの勝ちだ。あはは、おじさんの負けだよ。だってジョーンは。姫様。押してちょうだい。でもボスが。姫様。あれば、誰かと思えば。リーリー。玉木を消しています。はいはい、消したよ。話は続けてもいいか？あれば、リーがジョンの、リーがジョンの料理を食べたいって。まさかかけたりしてないでしょうね。知り合いだね。かけてたとしたら、この二人は私の友達なのよ。友達は友達。かけは、かけだ。そうそう。リーと約束したの。がはは。この娘、気に入ったぞ。さん、こいつは悪い奴なんだよ。否定はできないな。確かに悪い奴だ。だが、二言はない。約束は守る。私も。いやー、だいぶ気に入られてますね。作るのジョンなんだけどね。これは面白くなってきた。三品作るらしいっすね。え、どうするの？本当に彼らが伝説の勇者だと思うの？それはわからん。だが勇者が料理の名人だったことは知ってるんだろう。そうなんだ。テイルズかな？その程度か楽しみだ。え、これもどうするの？もう。料理作りに帰るってこと？え、どっか作れるところある？あんたら姫さんとこの連中だろ？あんたらみたいなのが姫さんと仕事するとはな。危険な仕事らしいじゃねえか。どこで作るんだろう？下かな？あ、コインが取り押さえられてる。あんな人いたっけ？わけがわからねえ。がっぽり儲けることもできただろうに。興味がないって感じだね。あ、劇場か？もうほんと娯楽施設だね。ちょっと待って、これさ、料理どこですんの？あー、これ、ああ、出てよかったね。いや、お二人さん。しかも看板もなんか変わってるね。ああ、ウィリアムとダニエルだ。リオやブンと勝負することになったんだって？あの彼に挑むとは勇敢だな。だが率直に言わせてもらうと、厄介なものを相手にしてしまったな。彼はすごいグルメなんだ。君たちは不利だよ。僕たちも甘い汁が。黙ってろ。あーってことは持っていったんだね、コインね。私たちは負けないよ。ジョンは超すごい料理人なんだから。そうなのか？しかし腕が良くてもいい食材がなければ無意味だ。ほう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 。例えばガラスの実とか。ガラスの実？何それ。知らないのか？なら私に出会ってついてたな。ダム上で最も名高い果実だ、果樹だ。その実はどんな蜜よりも甘い。ガラスの実で作ったジャムを塗れば、どんなに出来の悪いパンでも神々のおやつのように美味しくなる。めっちゃ食べたそうだったな。ガラスの実か。ジョン、それだ。
ガラスの実を手に入れよう。で、どこにあんの？よしよし、いい子だ。助言を素直に聞くことは、うん。で、なんか言った？いや、なんでもない。では、お二人の幸運に乗ろう。私はここで失礼するよ。営業プログラムの質が悪かったね。ほんと神経疑うわ。賭け事になると人が変わるんだから。絶対に負けない。アルバ、いい作戦思いついたよ。ちゃんと一緒にガラスの実を探しに行く。ガラスの実？どう思う？それは、最高のプランね。ははははは。まあ、映ってるじゃん、笑い方が。いいも、これまでよ。まあでもお腹すいたねって話だね。えへへ。食べ物の話をしてたらお腹すいちゃった。お家に帰ってご飯にしましょう。イザベルも待ってるはずよ。はい。じゃあ今回ここまでにしよっか。あ、イザベル、あのついてきてる。3人だね。ドラクエ式の歩き方で。そっか、料理対決か。で、勇者が料理が上手っていうのまた面白いね。な、確かに、料理は付き物だもんね。RPG の。まあ、テールズっぽい要素もあるからな。はい、ということで、今回ここまでです。まあ、ちょっとね、話パート多かったっすけど、次回あたりダンジョン出てきそうだね。まあ、ちょっと進めながら楽しみにしたいと思います。では、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では、また次回です。バイバーイ。